下ごしらえをした豚の脳動物の脳は世界各地で食用とされている。牛、豚、鳥、ヤギ、馬、猿などのものが食べられている。動物行動学者のジェーエングドールはチンパンジーが赤コロブスという猿を捕食した際、どのように肉を分け合っているかを調べた。結果、赤ちゃん猿や小猿などの未成熟な個体だった場合には頭を先に食べるが、 成熟した猿を頭から食べることは滅多にないことが判明した。小猿の脳は取り出しやすいのに対して頭蓋骨が発達した成長した個体の脳は取り出しにくく他の肉の方が手軽であるのが理由とされている。脳は神経系の発達を促す脂質と調査脂肪酸を豊富に含んでいて栄養的に貴重であるという。脳はその働きを支えるためにントが 脂肪であり、それは主要部分である随症の70%が脂肪のためである。また、豚の脳のミルク肉汁付け 140g 缶の中にはコレステロール 3.5g が含まれており、これは米国水奨食物摂取量の11.7倍である。牛海面上脳症やクロイツフェルトヤコブ病など伝達性海面上脳症に感染している動物の 脳を食べると感染してひどい場合には死ぬこともある。また、かつてパプアニューギニアで流行していたクール病は長寿の儀式として死者の脳を食べる習慣が原因であった。2006年、米国の豚肉加工工場で働いていた24人が微粒子となった豚の脳を吸い込んだことで神経疾患となったと判明した。神経界は豚の脳組織を吸い込むと 体内で抗体が作られる。豚の脳と人間の脳には重複する部分がかなりある。それが問題だったと述べている。ありがとうございます。